DNA の優勝パレードが30日、横浜市内中心部で行われた。パレードでは三浦大介監督、50、や選手らが参加。パリーグ王者のソフトバンクを下し、1998年以来26年ぶり3度目の日本一を達成した喜びをファンと分かち合った。 横浜 DNA ベイスターズ日本一優勝パレード2024実行委員会は約30万人が沿道に集まったと発表した。パレード出発前のセレモニーで三浦監督が挨拶。26年ぶり、すごく長く、本当にお待たせいたしました。選手たち、チームスタッフ、関係者、 ファンの皆様と一緒に一つになって掴んだ日本一だと思っております。今日一日皆様と一緒にこの喜びを思い切り分かち合いたいと思います。そして一緒にまた喜び合いたいと思いますと話すと、ファンや関係者から大きな拍手が送られた。パレードではナンバとも子オーナーと共にオープンカーに乗り込んだ。 パレードのコースは横浜赤レンガ倉庫付近の横浜ハンマーヘッドから横浜スタジアム近隣の日本大通りまでの約1.5キロ。日本一の歓喜をファンと分かち合い、感謝の気持ちを伝えるために三浦監督や選手たちが行進した。日本一で見事なリードを見せて投手陣を引っ張った戸柱康隆は、 パレードバスの上でテレビ神奈川の取材に対応。声を枯らしながら報われたと思います。声が聞こえづらいので、テロップ、テロップ、ありがとうございますと話した。山崎康明は長年ずっと憧れてた舞台で活躍できて、横浜の街をパレードする素敵な景色を見られたのでまた来年も頑張りたいと同時に今日は思い切り楽しみたい。 横浜市民の皆様と歓喜の瞬間を迎えられて嬉しいです。ピッチャーは若い選手もベテランも含めて戦うのは変わらない。しっかり束になって戦っていきたいと思います。また来年素晴らしい景色を見られるように頑張っていきますと話した。ドラフト1位の渡来隆起は、皆さんの温かいご0援のおかげで優勝できました。 皆さんと一緒に優勝を分かち合うことができましたと感謝。救援でフル回転した中川僧は、昔から横浜に来ているんですけど、今日が一番綺麗です。前半は結構悔しい結果でしたけど、後半は勢いに乗ってチームに貢献できてよかったです。来年ももう一回このパレードができるように頑張りますと話した。 パレードを終えると三浦監督と巻首相がテレビ神奈川の取材に対応。監督として26年ぶりの優勝パレードに参加した三浦監督は、たくさんの方がありがとうと、感動で涙されている方もいらっしゃった。改めてたくさんの方に応援してもらっているんだなと。こちらこそありがとうございます。ですね。選手の時も嬉しかったですけど。 監督の時もまた一段と嬉しいですね。たくさんの方に応援していただいて愛されているんだなと思いました。来シーズンはリーグ優勝してここにいるたくさんの方と一緒にパレードして喜びを分かち合いたいですと話した。牧首相はものすごいファンの皆さんが来てくださった。一番はありがとうと言ってくれる方が多かった。 こうしてパレードできてよかったと思いました。見たことがないくらい新しい、最高の景色だったと思います。この景色をずっと見ていたいですし、毎年、毎年やりたいなと思いましたと話した。三浦監督も選手として参加した1998年の日本一パレードでは、沿道に約40万人のファン、主催者発表、が詰めかけた。 三浦監督は、沿道からビルから人で埋め尽くされた光景は今でも覚えていると当時を振り返る。今回はそれ以上のファンの集結も見込まれる。日本一が決定した11月3日のソフトバンク戦では、横浜スタジアムに入りきれなかったファンが、球場所在地の横浜公園を足場がないほどに埋め、その瞬間を場外でも分かち合った。 三浦監督はシーズン中と同様にファンと一緒に喜んで、楽しめて、いいパレードにしたいと話していた。